南口新富士駅は静岡県富士市川のある島にある東海旅客鉄道東海道新幹線の駅富士山の南正面に位置しており駅から富士山の前景を見ることができる1988年地元の西岸により設置された西岸駅である総事業費は132億8652万円であり富士市が 半額程度年出し、他は静岡県の補助金や周辺自治体の負担金により賄われた。負担の中には、総価学会による寄付金もあった。開業当初から各駅停車の小玉のみが停車する。新幹線単独駅で東海道新幹線の駅では唯一鉄道路線と接続していない。近隣の在来線の駅は東海道本線。 三ノ線の富士駅で北へ約 2km 離れている。同駅との間で路線バスが運行されている。開業当時は同駅から当駅の付近まで伸びている、大正和製紙への専用線や日化製貨物、引き込み線跡地を利用して、三ノ線を当駅まで延伸する計画もあったようだが、実現には至っていない。また、富士市では専用線と DMV を使う形で、 当駅と富士駅間を呼び、学南電車学南線と当駅間との接続を検討し、2007年1月には富士市制40周年を記念してデモンストレーション走行が行われたが、2014年9月10日、開発元の JR 北海道が安全対策と、北海道新幹線に経営資源を集中させることを理由に DMV 導入断念を発表。 富士市は2015年12月7日までに導入を一時断念する方針を固めた。新富士駅の事務官コードは52万151となっている。東駅発着の乗車券には根室本線の新富士駅特別するため東海道本線の東を関して新富士と印字される。開業当時の新富士駅周辺の空中写真国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ホーム下を流れる、用水路相対式ホームに面2線を持つ、高架駅となっているが、実際には、まず中央に通過線2線を配し、その両側に、プラットホームと接する副本線2線を配する、構造となっている。当駅前後は、富士山の眺望が良い区間となっており、それが遮られないようホームの壁面をすべてガラス張りに、 する工夫がされている。東京寄りのホーム下を、館外水路が流れている。高架下の駅舎内には JR 全線切符売り場や、自動改札機、自動券売機などが設置されており、改札口は1箇所のみとなっている。また、東海道新幹線の駅では唯一、キオスクが設置されていない。ただし、地元駅弁製造業者による、校内売店は設置されている。駅長、 駅員配置駅である。2008年4月から所属エリアを静岡市社から新幹線鉄道事業本部へ変更した。主な駅弁は下記の通り。静岡県統計年間によると2019年度の1日平均乗車人員は4662人である。近年の推移は以下の通りである。当初あたり駅は大石寺への参拝客を需要に見込み、 官民からなる東海道新幹線富士駅設置促進規制同盟会は繰り返し日連招集及び総価学会に協力要請を行っていた。例えば1983年3月には大石寺に協力を要請し続いて同年5月には総価学会に協力を要請している事実などがある。そして無事開業にこぎつけたがその大石寺を総本山とする。 日蓮召集が1991年に総価学会を破門したことにより団体客の利用が減少し、当駅の1991年の利用者数は1990年と比較して大幅に減少している。西側から望む駅周辺バスの利場は富士山口駅前広場内にある。一般路線バスは富士急静岡バスが運行している。また、コミュニティバスは 石川タクシー富士が運行している。格谷姫エクスプレスは、富士急静岡バス、新富士、沼津、御殿場成田空港線は、富士急静岡バスと、京成バス、金太郎号は、富士急湘南バスと、近鉄バスが運行している。注車区出店。ありがとうございます。